ございます。パティシエール今日のおやつです。今日はチョコペン用のチョコソースの作り方です。生クリームではなくて牛乳で作れるチョコレートソースの作り方をお教えします。まずはじめにチョコレートに牛乳を注いでいきましょう。スイートチョコレートの場合は半分の量。ホワイトチョコレートの場合は3分の1量の牛乳を入れます。そして湯煎にかけていきましょう。 あとプラスチックのボールだと鍋肌に当たると溶けてしまったりすることがあるのでできればステンレスのボールがあればそちらを使ってくださいボコボコお湯が沸いているところにつけてしまうとチョコレートが変になってしまうので湯煎はふつふつと沸くぐらいもしすごく沸騰するようだったら火を止めてしまって大丈夫ですそして数分待ってチョコレートがこのようにスプーンなどで刺してみて全体が柔らかくなっていたら混ぜ始めます もし溶けてない部分などがある場合は絶対に混ぜ始めないようにしてください。必ずチョコレートが全部溶けたことを確認してから混ぜていきます。そして、できるだけ中央の部分をよく混ぜるようにしていきます。油と水分がしっかりと混ざることを乳化という風に言うんですが、この真ん中からしっかり混ぜていくことで乳化という状態が作りやすくなっていきます。まあ、ちょっとこのようにザラザラしてチョコレートが溶けてない部分と、 さらになんかちょっとココアを水に溶かしたようなザラザラっと浮いてるところがあるんですがこれが混ざっていない状態ですこれをさらに混ぜていってこのようにツヤツヤっとしてちょっとプルンとするぐらいトロトロした感じになるまで混ぜていきますここまでできたら茶こしなどで必ずこしましょう裏ごしをすることでこの後コルネに入れた時に詰まってしまうのを防ぐことができます 皆さんチョコペンは何を書くのに使う予定ですか月曜日には文字や模様の簡単な書き方をご紹介します。ホワイトチョコもこのようにツヤツヤ、ちょっとプルンとしたような感じですね。に仕上がります。できたらコルネに詰めていきます。このように何かカップなどの上に立てかけてあげるとコルネが立って入れやすくなります。あまり上の口の部分につかないように気をつけながら スプーンでも2杯ぐらい、コルネの半分より上にはならないように入れていきましょう。コルネの作り方はこちらの動画で説明しています。5分でわかるのでぜひ見てみてください。そして上の部分を畳んでいきます。このようにペタッと潰したら後ろでこのようにちょっと細くなるように畳んで,で、上の部分をくるんとチョコが入っているところまで丸めていく感じですね。そしたらテープで留めていきましょう。 今回見やすいようにマスキングテープで留めているんですが、実際には貼り付きがいいのでセロハンテープで留めた方が絞りやすいです。最後までご覧いただきありがとうございました。あとはお好みの模様やメッセージを書いて完成です。